マイア、ハルミ・シブタニ。パートナーは、兄のアレックス・シブタニ。2014年ソチオリンピック。2018年ピョンチャン。オリンピックアメリカ代表。2016年世界選手権2位。2016年4大陸選手権。優勝。2018年ピョンチャンオリンピック銅メダリスト。父は、日系2世のフルート奏者。母は、日系1世のピアニスト。 両親はかつて多くの音楽コンクールに出場したが、現在はプロのミュージシャンではない。兄弟の名前について、よく、マイアウソアンドアレクサンドル・ズーリンに由来するのか、と尋ねられるが、実際は、両親がアレックスという名前と、マイアのスペリングが気に入っただけだという。日系人だが、同じアメリカ代表の長す未来とは異なり、日本語を喋ることができない。 YouTube チャンネルを設置しており、自身が撮影、編集した動画を投稿している。マイアが3、4歳、アレックスが7歳の時、父に連れられて、スタンフォードのツインリンクに行った。2004年に、兄弟でチームを結成し、アイスダンスを始めた。2007年初めからインゴリシュピリバンド、マリナズウェワの指導を受け始めた。伸び伸びした滑りと、豊かな表現力には、 定評がある。2008から2009シーズンには JGP ファイナルに出場。マイヤは大会直前に足の小指の爪を割っており、痛みを抱えながらの演技だった。2010から2011シーズンよりシニア移行。グランプリシリーズの NHK 杯、スケートアメリカで3位となった。シニア1年目にグランプリシリーズの2大会でメダルを獲得したのは、 アイスダンスでは彼らが初めてである。また、全米選手権、4大陸選手権では2位、世界選手権でも3位と好成績を収めた。2011から2012シーズン、グランプリシリーズでは、中国杯で2位、NHK 杯で、初優勝を飾った。初出場のグランプリファイナルでは、シーズンベストスコアを記録する演技を披露したが、表彰台には届かなった。 SD のプログラムを変更して臨んだ全米選手権は2年連続で2位となり4大陸選手権と世界選手権の代表に選ばれるしかし4大陸選手権はアレックスが風で体調を崩し出場はしたもののメダルは逃した2012から2013シーズングランプリシリーズのロステレコム杯の FD の演技序盤にアレックスが足をつり一時演技を中断したものの 最後まで滑り切り4位で競技を終えた。全米選手権は前年より順位を一つ落とし3位だった。2013から2014シーズン、シーズン初戦の US インターナショナルクラシックは、アレックスが首をひねったために欠場。ソチオリンピックは9位、世界選手権は6位だった。2014から2015シーズン、チャレンジャーシリーズの2試合で連勝し、シリーズの最高成績者となった。 スケートアメリカでは2位。中国杯では SD1 位スタートだったが、グランプリシリーズでメダル獲得の経験がないガブリエラ・パパダキス、ギヨーム・シゼロン組に逆転を許し2戦、連続2位に終わった。2015から2016シーズン、NHK 杯で4シーズンぶりにグランプリシリーズで優勝する。グランプリファイナルは2年連続で4位となった。全米選手権では SD FD ともに、すべての要素でレベル4を獲得し初優勝した。2012年全米選手権、以来4年ぶりにマディソン・チョック、エヴァン・ベイツ組に勝利した。4大陸選手権では、SD、FD ともに、自己ベストを更新し、総合得点で初めて180点を突破した。ケイトリン・ウィーバー、アンドリュー・ポジェ組に2011年 NHK 杯、以来の勝利を収め、 ISU チャンピオンシップス初優勝を飾った。世界選手権では銀メダルを獲得し5年ぶりに表彰台に立った。2016から2017シーズングランプリシリーズで初の連勝。グランプリファイナルは初表彰台となる3位。全米選手権では連覇を果たし、世界選手権では銅メダルを獲得した。2018年のピョンチャンオリンピックでは、 アジア系選手としては、初めてのアイスダンスでのメダル獲得。ありがとうございます。